皆様お疲れ様です。パーソナリティのすみれです。今回は海外で話題になっていた日本のマヨネーズ、米国で人気の日本生まれのドレッシングについて取り上げていきます。食用油、酢、卵を主材料とした半固体状ドレッシングであるマヨネーズ。マヨネーズという言葉はフランス語で、語源に関しては様々な説があります。18世紀半ば、スペインのメノルカ島で当時イギリス領だったこの島にフランス軍が攻撃を仕掛けて、その指揮を取っていたのがリシュリュー公爵。戦火の中、公爵は港町マオンで料理屋に入り、お肉に添えられたあるソースに出会います。そのソースをとても気に入った公爵は、その後パリでそのソースをマオンのソースとして紹介しました。それがマオンネーズと呼ばれ、その後マヨネーズとなっていった。これがマヨネーズの最も有力な起源説と言われているようです。日本企業が販売しているマヨネーズは、中には全卵タイプのものも存在しますが、最も市場占有率の高いキユーピーの製品は卵黄タイプであります。一方、世界では全卵タイプのものが主流。また日本人の好みに合うよう、菜種油、大豆油などの癖のない食物油と米酢を主原料にしており、この点でも欧米のものとは風味が大きく異なるようです。欧米の人々にとっては、何にでもマヨネーズを使用するマヨラーの存在がとても珍しく映るようですが、日本製のものを口にすると理解を示す人も多いようです。マヨネーズが作られ始めた当初、使用される油はオリーブオイルが一般的でしたが、ヨーロッパ全体に普及するにつれて他の油も使われるようになります。卵黄、酢、油を完全に混ぜ合わせて乳化させなくてはならない、とても手間のかかる製造過程により、マヨネーズは高価なものでありました。しかし電動ミキサーが発明されるようになってからは、その過程が容易になり、一般人でも手に入れることのできる安価な商品となったのです。日本のマヨネーズの元祖は、1925年3月9日にキユーピーが発売したキユーピーマヨネーズ。1923年の関東大震災による大日本帝国の帝都復興の中で発売されましたが、生活が洋風化していたとはいえ、当初の売れ行きはあまり良くありませんでした。理由としては、マヨネーズの馴染みのなさと、128g 入りが約1700円という価格の高さだと言われています。また当時の日本には野菜を生で食べる習慣が一般的ではなかったため、缶詰メーカーでもあったキユーピー青旗グループは、カニやホタテの缶詰にマヨネーズをつけて食べる試食販売を進めて、マヨネーズの味を知ってもらおうとしていました。さらには積極的な広告宣伝を展開していき、発売初年度の売り上げは 600kg しか売れなかったものが、1941年には500トン近くまで売り上げを伸ばしたそうです。1950年代以降になり、初めてキユーピー以外にもマヨネーズ製造へ参入するメーカーが現れました。後発メーカーの味の素は、卵黄タイプのキユーピーマヨネーズに対抗して全卵タイプのマヨネーズを発売し、この発売がその後の日本のマヨネーズ市場を拡大させたと言われています。日本のマヨネーズ市場で最も高いシェアを誇るキユーピーのマヨネーズ、現在では日本だけでなく海外でも認知されるようになりました。海外のネット掲示板で、キユーピーと出会い初めてマヨネーズの美味しさに気づいたという投稿がされており、大きな反響を呼んでいましたので紹介していきます。マヨネーズは濃厚すぎて後味が良くない気がして、子供の頃はマヨネーズという調味料に苦手意識を持っていました。アジア系のうちの家庭では、
アメリカのヘルマンズを愛用していたので、私はマヨネーズというとその味しか知らなかったのです。それが変わったのが大学に進学した時。入学したと同時に一人暮らしを始めたので自炊もするようになりました。その時に思ったのが、マヨネーズを好きになってみたいということ。私は初めてヘルマンズ以外のマヨネーズを買ってみました。それがキューピーのマヨネーズ。なんと表現すればいいか悩みますが、まさに凄まじいケージのようでした。マヨネーズを初めて口にしてから何年も経って、マヨネーズはこうあるべきということをようやく教えてもらえたのです。キューピーはまさに完璧な調味料。揚げ物にそのままかけても、チーズトーストに使っても、日本風の卵サラダにかけても全部美味しくなるのですから。このスレッドを見た皆さんには、キューピーマヨネーズに対しての愛がいかほどか、またはおすすめの使い方をぜひ教えてもらいたいと思っています。投稿は以上のような内容となっていました。この投稿を見た海外の人たちから、マヨネーズの様々な食べ方やアレンジ方法がコメントで寄せられていました。ムール貝のグリルにスパイシーマヨをかけてるよ。ちょっとアレンジするなら、キューピーマヨネーズにアメリカのフイフォンフォードのチリガーリックソースを混ぜるとなおいいね。トッピングは刻んだ青ネギとシシャモの卵のマサゴかな。うちではこれのことを最低限の労力で最高に美味しい料理と呼んでるんだ。スライスしたトマトに塩とマヨネーズをかけるのが好き。塩の代わりに黒胡椒にしてもいいし、バジルやバルサミコ酢も一緒にパンで挟めば最高のサンドイッチになるね。いい発見をしたと思ってるよ。ピザにかけてもいいね。お好み焼きみたいにかけて食べるんだ。それと麺類、丼物、麻婆豆腐とかアジア系の料理が辛すぎる時もマヨネーズをかけてるね。カレーにかけるヨーグルトみたいに味や食感を穏やかにしてくれるよ。ちょうど今、焼いた酒皮とアボカド丼の上にキューピーマヨネーズ、うなぎのかば焼きソース、とびこ、かつお節、ふりかけ、酢漬け生姜をかけたものを作って食べたところだよ。キューピーマヨネーズとブルドックのとんかつソースを混ぜると何にでも合うんだ。特にフライドポテトのディップに使うことが多いけど、野菜のパンケーキ、チャーハン、寿司、卵料理とかにも使ってるんだ。キューピーマヨネーズはシンプルで最高のマヨネーズだよ。人によって、国によって、美味しいと思う組み合わせは千差万別なようですね。確かにマヨネーズはいろいろな食材や料理が出てくると、どれも試したくなるような魅力があります。個人的には納豆とカップヌードルのシーフード味、これとマヨネーズの組み合わせが大好きです。それでは次に、日本で生まれたドレッシングに関する投稿も見ていきましょう。日系のステーキハウスに必ずあるドレッシング、オレンジでミルキーなジンジャードレッシング、あれはめちゃくちゃ美味しいよ。ピザ屋で出されるサラダの日本版みたいなやつで、多分山盛りのレタス、きゅうり1本、カブや人参のスライスが入ってるんだよね。いろいろと自分で試して作ってみたんだけど、全く似ないんだよ。どこの店でも全く同じ味なんだから絶対売ってるはず。自家製のはずがないんだけど、誰か知らないかな。ジンジャーキャロットドレッシングは日本ではそこまでの認知度はありませんが、アメリカでは日系レストランの定番ドレッシングとまで称されていて、あまりの人気ぶりから商品化まで行われているようです。この投稿を見たアメリカ人からは多くのコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。ジンジャードレッシングはレストランによって味は違うかな。私がレストランで作ってたのは、人参、イエローオニオン、醤油、ごま油、ジンジャー、ガーリック、あとケチャップだったはずだよ。カナダの食料品店で最高の日本のサラダドレッシングを見つけた。和風とごまベースってやつ、美味しい。
油っぽさは少なくて、玉ねぎと生姜の風味があって美味しいよね。いつも皿を舐めてるよ。自家製で作ってるレストランが大半だと思ってる。買うより安いのかも。保存料が入ってない分、味も美味しいしね。日本のドレッシングはどれも美味しいよね。私はごまドレが一番かな。みんなおすすめだから、ぜひ試してみて。ジンジャードレッシング。名前は初めて聞きましたが、人参と生姜をベースにしたドレッシングで、日本のステーキ屋のサラダで出会ったことがあるような気がします。日本のマヨネーズもドレッシングも、どれも海外では味わうことのできない美味しさがあるようですね。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。